来てたのか。ただいま。元気かなぎり。お帰りなさい、ゆきひらくん。忙しい中来てあげた私に他に言うことは？サンキューサンキュー。それだけ？高等部3年への進級試験まですっぽかして除籍されてもおかしくないところを特別休学扱いにしてあげたというのに。わってるわってる、感謝してるって。ずっと近くで料理し合えると思っていたのに。世界中飛び回って俺なりにいろんな技術を吸収してきたからな。君は私に何も言わずに行ってしまった。今日こそバシッとうまいって言わせてやるぜ。私はいつの間にか君の品を、あなたを心待ちに。さあ、ご注文は？お手並み拝見するわ。お任せ一つよ。お待ちを。相馬くん、おかえり。お邪魔しちゃうよ。元気そうね。また俺と勝負してもらうぞ。おお、みんな来たか。食材足りるのかしら。ここが噂に聞いた雪平の実家か。想像してた通り、いい感じの店だ。商店街の雰囲気も最高だったぜ。弁当屋に可愛い子いたしな。まったく、十欠の仕事を放り出していきやがって。雪平くんの分まで回ってきて、ほんと大変だったんだから。お嬢、それを俺らに押し付けてましたけどね。うん。じゃあとりあえずつまみでも食って待っててくれるか。つまみ？何？食べたい食べたい。ゲソピーのコーヒー漬け、ハバネロ酢豚風、ミント煮込み和えだ。ちょ、さすがにそれは。遠慮せんなよ。まずい。ゆきひらくん、どうだ、新境地のまずさだろ。おすます。まったく、バカなんだから。さあ、次の皿こそうまいって言わせてやる。お上がりよ。せーの、おそばす。